下腹気になる人はやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの30秒で下腹に効くヒップスラストというエクササイズを紹介します。下腹の代表的な腹筋としてレッグレイズという両足をね、上げ下げする下腹を主に使う腹筋があるんですけども、その場合ですね、太ももに力が入りすぎると腹筋に行く力が逃げてしまってですね、まあ、うまくね、下腹に効かせれません。なんで今回のヒップスラストはですね、その点ちょっとお腹にしっかり効きやすいので、毎日たったの30秒ほどやってもらうことで下腹引っ込んでいきます。ではやり方を紹介します。足を上に上げてですね、天井に足の裏を向けて、このまま足をですね浮かせます。お尻も一緒に持ち上げる感じです。おへその穴を自分の顔の方に向けるイメージで行います。で、手を下につくんですけども、手に力が入りすぎると下腹の腹筋に効きにくいですから、指は3本にしてください。指3本だけ床について頭を起こして、ここで5秒間キープっていうことを6回ほど行います。5秒キープを6回ですので、計30秒のエクササイズになります。頭がね、疲れちゃう方は頭を下ろしてもいいです。頭を下ろした場合は、足がですね、真上よりもちょっとこっち側に来ちゃいますんで、あんまりですね、こっちに来すぎると腹筋効きにくいので、まあ、できるだけ真上にね、向ける感じで行ってください。頭が起こせれる方は、頭を起こした方が効きます。では、5秒間6セット一緒にやりましょう。いきます。はい、皆さんお疲れ様でした。たったの30秒なので、毎日ねやってるエクササイズにプラスしてやってもらえたらと思います。で、普通のクランチとかもね、男性はもちろんお腹が気になる方はねやっても良いかと思うんですけども、女性はですね、上のお腹よりも下腹メインでね使ってくれた方がお腹は引っ込みやすいです。というのもですね、男性よりも女性っていうのは骨盤が前傾してますから、できるだけですね、腰を丸めて足を上げるエクササイズをした方が、まあ、ドローインのね習得にもなりますし、骨盤がまっすぐになればですね、お腹とお尻にね常に意識が行きますんで、まあ、お腹が出てる方、お尻が出て反り腰の方、そういった方にはね、このヒップスラストがおすすめです。頑張った方やね、勉強になった方は、よかったらグッドボタンやシェアボタンよろしくお願いします。チャンネル登録されてない方はですね、効果的な短時間で効くエクササイズを紹介しておりますんで、よかったら登録の方もよろしくお願いします。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。